でですね、ここでいいですか、はい、今週のポアロ特集ということで、はい、今週はですね、スタッフさんの方でですね、特別編にしてくださいました、はい、ということで、実は私もね、今週月曜日に出てきたばっかりで、なかなかね、動画が撮れなかったんですよ、うん、まあ、じゃあ3本だけ今日送ったんですけど、まあ、それを見込んでいただいたのかどうか、特集というか今までのなんかまとめていただいたみたいなので、あ、第1回目の放送ね、うん、の映像と今週のポアロの映像を合わせてご覧くださいということです。あんま変わんないと思うけど、はい、ではではよろしくお願いします。どうする、すごい若かったらポアロが、うん、そうかな、うん、お、あ、ポアロだありがとうございます。いいね、あれ、あ、こんなこともあったなまだこれ、だから去年、おととしの夏場ですね。まだこの頃はね、全然おもちゃも何も持っていなくて、よく分かんなかったから何があるのか、こういうものしかなかった。今だいぶ皆さんのおかげで知りましてね、いろんなもの増えましたけどジョニーさんにももらったし、なんか、うん、ちょっとちっちゃいよねちっちゃくないよ。え、変わってない？変わってないよ、全然。そう、うん、今も 1.1 キロ。うーん、そうそう、この頃はね、私もやっぱりあんまり喋らなかったんです今はもうね、もういいやみたいな。間ぐらいでいいじゃない、ね、だってね、わざと音消してた時もあるもん。あ、そうなんだ、うん、最初お願いしてね、音消してくださいとかね、それなりにね、そうそう、お願いしてたりしたんですけど、うん、小さく見えますかね、あんま変わんないんだけどな、2年ぐらい、うん、なに？なに？あー、ほいほいほい、あー、あー、あー、あ、そうだ、あれ買わなくちゃそう思ったんだ、私すぐ忘れちゃうんだよその時にはこれ欲しい欲しい欲しいと思うんだけど、ダメだね、また父出せって言ってるくんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてるけど、それはないんだね、うん、ポアロは男の子だからお乳は出ませんよこのソファの上が好きみたいですね。あ、ニコさんちゃん穴開いたったって、やっぱ同じところをこうやってやるからかな、開くでしょねえ、うん、阻止してる、パクこっち、これ今週、はいはい、あ、今週かこれもう10のように食べなくていいんだよパーロいや、これおかしかった。この時はまだね、ひどくないんだけど、私帰ってすぐの時なんでね、ううう言っちゃって、いつもそんなこと言わないのに、リンゴ食べるのにすごい大騒ぎしてね、でしかも思いっきり出てくるの、ビヨンって飛び出すの、ほらほら、あんな風にさ、足を踏みさしそうにするわけ、見外すのもある、怪我するぞと思うんだけど、もう食べるとき必死だね必死だね大好きみたい、このリンゴね、毎日1回必ずおねだりされる。よう食べるね、うん、あんなちっちゃい体だからさ、そんなたくさん食べちゃダメと思うんですけどね。痛いよバロ、噛まれた美味しいねうまうまだバロ危ないっけ面白いよでも飛び出てくる、危ないからゆっくりおいでそんなさ、誰も取りやしないのにさ、そろそろ覚えればいいのにと思うんだけど、いつもすごい出てくる勢いで、まあまだ、はいはいはい、おいちおいちこの辺りはちょっと火災の跡は見えないんですが
出るね。これ最後だよパーク。最後、最後です。最後宣言しないとさ。はい、美味しかったねーパーちゃん。ごちそうさま。もうない。もうないの。ごちそうさまでしたパーク、おちおちでした。はい、ごちそうさま。ご飯食べなさい。もうない。まだあると思ってる。はい、ごちそうさま。匂いがするのかな。顔挟まる。はい、ごちそうさまでした。はい、ありがとう。今週ね、本当にまだ一回も外にちょっと出ていないので、外の写画像が撮れなかったんです。ちょっと小手先で申し訳ないんですけど、一応出るときはね、準備が大変なので。そこまではね、この子出てくるんだけどね、さすがにこういう時にはね、外まではビッピッと出てこない。ちょっと出るパロ、パク、あとでベランダ行くか、パク。これね、ベランダ行くかって言ってますよね。これ日曜日だったかな、ね、日曜日ちょっと一回帰ってきた時に暖かかったからベランダ行こうかなと思ったけど、結局行かなかった。ベランダ行ってみる。いただき、行きたがらなかったか。いやいや、私がまあいいかみたいな。なんだなんだなんだパロ。津波のスピードというのは、それが沖合だいたい50メーターくらいになりますと、ね、皆さんどうしてるのかな。こうやってこうそうサークルをね、さらにこうお持ちの方はいいんだけど。ぷちゃんご飯食べなさい。ご飯ご飯。パークンご飯。テレビもずっとね、地震の復讐でしたので、それを見ながらなんですけど、あそこまでは出てくるんだけど、でもね、あの後はね、ちっちゃだった。あんまり無理して出てこようとはしないな。気仙沼とかそういうところですと、50分から1時間くらい。本当やね。うん。一応帰ります。それ。虐待はしてませんよ。牧草全然散らかします散らかします。だって私帰ってきたらひどかったもん、ケージの中がもう干し草だらけで。うん、時間かけて掃除しましたって。何みたいよ、そっち行っちゃった。だらだらだ。なんか外に出てるやつ食べてくれればいいのにね、なかなかそれができないですね。危ないじゃん。ひらがなにできない。ちょっとおめめ見して。変換できない。なんかたまにあるよね、パソコンでそういう時ね。ねえ、すいませんね、ローマ字で打ってもらって。金木をしても多分ダメなんだろうな。うん、これ目やにのお掃除をしております。いつもこんな感じ、私。アパートだから。いいじゃん、これはできるんだ。これはね、なんかやってもらうと気持ちいいみたいだよ。マリコちゃん取れた。よかったね、お目取れたよ。こっちは。一応目チェックは毎日します。うん、目やにつかないんだもん、カウサギさんのところ。いいですね。よかったね、取れたね。ちょっと油断するとすぐね、目は取れないよ。よかったです。目命だもんね、ウサギは。そう、ね、そうよ、だってウサギの目めっちゅうぐらいだからさ。あ、うちもやってます、ママルプーさん。目がーって書いてある。なんかね、目の上になんかちょっとなんていうの、ヒゲじゃないけどピヨーンって一本長いのがあって、今ねすごくそれが気になって気になってしょうがないんだけど、ほら、取っちゃいかんわねと思いながら。取っちゃいかんですね。何考えてるの、何考えてるの、教えて。何考えとる、ポアロ。どこに目があるか分かる。あ、そうな、まあ、黒いからね。これ鳥用によっては分かるんですけど、正面からだと特に分かんない。一応赤いお目目がついております。何？あのね、パパミに会いたいの誰が？
ポア君がじゃないの？ムスカって何？ムスカって何ですか？あまり気持ちよくないか？なんでムスカ大佐って。ああ、それが何でしょうか？何でしょうか？何だろう？ああ、そういうことね。なるほどね。わかりました、今。ジョニーさんが教えてくれました。すいませんね。みんなよく知ってるな。あれもね、かじっちゃってね。うん。まあ、いいんだろうけど。いいじゃん。かじるようでしょ？そう、一応ね。あの金属よりもあの方がいいかなと思ってね。うん、そうだね。うん。はい。すいませんね、はい。なんかあまり動きのない動画で。いえ。え？自分楽しみました。そうですか、はい。そう言っていただけるとちょっとほっとするんですけれども。はあ。また来週頑張らなきゃ。ちょっと来週は少し時間があるのでなんとかなるかなっていう感じです。はい。ということで、あ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます、サマンサさんも。みんな、ポアロ可愛いって言ってくれるので、はい、家へ帰ったらそう言って言っときます。はい、では、先輩、いつもの天候、はい、あ、はい、お願いします。順番に名前を呼びします。はい、86233、アケさん、はい、博多さん、これ博多城崎さんですね。リリーローズさん、はい、ミヤさん、うん、ポアロさん、はい、うずらさん、まんまるプーさん、はい、萌えちゃんのパパ、うん、モカウサギさん、はい、モフモフさん、はい、ルスカハンヌさん、はい、ルンママさん、はい、サマンサさん、はい、ニコさん、はい、マサちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もたくさんね参加していただきました。よかった、ほっとしました。ひょっとしたら誰も見てもらえないのかなと思って、うん、あ、うずまる地蔵ちゃんも ね、そうだったね、はい、86233のところで2人います。ありがとう。ということでですね、本当に、はい、助かりました。助かりました、はい、だってということでね、来週もまだねちょっと同じような状況はそんなには変わらないとは思いますけれども、うん、ぜひぜひまたこの時間に、はい、ここでねみんなで元気にお目にかかりたいと思います。はい、はい、ということで、あの今日私復帰第一作無事終えることができました。ありがとうございます。また来週も頑張りたいと思いますので、はい、またこの場所でお目目にかかりたいと思います。はい、では皆さんまた来週、さよなら。先輩眠そうな顔してるよ。ん、そう。